一日1万枚売れるらしく、ありがとうございました。うん、540円、これ安いね。こっちもで結構こんにちは。今日ですね、この方面でめちゃくちゃ売れる、何やったっけ、10分で1万枚1万枚売れるっていうこのラスク、ちょっと食べて感想を皆さんにお届けできたらなと思います。いけます、ありがとうございます。見た目はまあパンの硬いやつらしくて2枚ですね。うまい。バターのなんかしつこ、甘さのしつこがなく、意外となんか意外とさっぱりしてます。もちもちじゃないけど、硬いけど、食べやすい。1万枚入れてるっていうその理由、すごいバカ売れしてるっていう理由は何だと思う？甘さに頼らず、ほんのちょっと甘みがあるけど、なんか後味が、甘さがないで、さっぱりするんですね。それが引っ張らってくる。だけどそれが病院に入院してた時も食べやすいっていう感じだね、時間があるんで、まあ甘ったるかったらね、すぐお茶とか入れるけど、これ別に今食べたお茶あんまりいらんすから、ね、パッケージなんかちょっと混ぜるのか、これどういうことやろ、あなたを幸せにする甘い魔法だ。あ、ほんとだ、まあ、そういう意味でね、キャッチフレーズ魔女、ママだ、ママメリーママとか、神戸メリーママとか、へぇ、てか魔女のメーカーラスク、全然わかんない、ああ神戸モリーママって書いてある、美味しかったです、ありがとうございます、はい、どうでした、さっぱり、さっぱり、さっぱり甘み、はい、味しすごくない